それで、服とかにパフュームとかがあるかな。あ、どうやって出ますんじゃろ。何を言ってない。モンスターラブン、ありがとうございます。クッキーカップルクックイクミだ。金魚式見た。ABCDFG。 顎が外れまして、わぁ、ちんちゃ깜짝놀랐어。자기하하하하。그래서오늘한번이야기를해볼것무엇입니까。私たちの遠距離恋愛について話します。来年から彼が軍でですとか、今一緒にいて白線だけど遠距離になるから、おっとっけ、そんな算段がすごいあるじゃん。私たちどれぐらい遠距離恋愛してる。私たち1年ちょっとね、1年半あるの。ああ、てか遠距離恋愛からスタートしてるじゃないですか。てか私たちの遠距離恋愛の時の話をしよう、したいしたいしたい、そんなのよと思って今日しました。ね、イエイ。心配はないって言ったけど、うん、正直心配はあるじゃん。だから自分の心の中で遠距離にか外国人にか、それをいつもないと私がもう多分ヒンドローじゃん。まだまだ。チャギも？まだもちろんし。何かしてるかもしれないけど。しないよ。例えば遠距離にかそれがチェックもできませんよ。まだ。もう睡眠や？できませんじゃん。できますし。私ね、一番大変でしたことが、クリコが心配するとき。痛い時とか酔っ払う時、その時は行くこともできないんですけど、本当連絡がない時はないんですけど、もしかして連絡もない時があったら本当に私どう大変と思う。空港でバイバイする時もどう大変じゃん。って생각하면진짜一番大変なのはあれだよ、一緒に空港まで行った道を一人で帰る時だからね。チャギもそうじゃない。ああ、그치그치。뭔가 BGM が聞きます。いい耳に体にパワーがないや本当。それで、なんか服とかにパフュームとかがあるかな。私どうやって出ますんじゃろ。何を言ってこんなに出ますねが、チャーで帰りましたよ、ね。チャーの中は本当に寂しいよ。チャーでバイバイして、まだ暖かいじゃないよ。まだ暖かいし、チャーの中に眠せだ。普通は私もチャーが汚いなら、チャー汚いですけど、なんかクッションとかがパーッそんなになってるわ。キャリアがここにあったからね。それでめっちゃなんか見たなんでこんな寂しい思いを してまで一緒にいないといけないのか。今は本当にありがとうだ。え、空港で本当これをなんか最後これくりよい、これしてこうしながら韓国まで、あ、持って帰るみたいな。会う時も電話とかする時もいいところしか見せようとしないから、平和だったと思う。私も最初フェイスタイムする時とかにお風呂をしましたけど、ファジャンもしましたけど今も覚えますよ。恥ずかしい、そんな話でしょ。영상통화하는데얼굴보여주는게아직까지야そんな考えしてる。今めっちゃ見せますじゃないよ。あに、パパ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 パ白。パパ、あいご。遠距離恋愛の一番長所はプライバシー生活が。そうだね。だって遠距離なのに全部保護しないといけないならば、馬なんてパッパッペ。本当に。友達と会った時は一生懸命頑張ります。うん、デートします。それなら頑張ります。それが住んで、住んでたって。あ、保護した。それがなんじゃな。よじゃぬ。先にを考えてしまう。いつまでこれ続くのかなとか、なんじゃの今が楽しければ。だからなんじゃの方が遠距離恋愛好きかもしれない。あ、一緒にいます短い時間がとても大切じゃん。あととか行くもう本当に俺も大切じゃん。誕生日みたいなね、毎日はマートに行って、ロッテタワーに行って、ロッテワールドに行って、一日に全部楽しいこともとりあえずしようみたいな。遠距離恋愛がサクセスして今まで一緒に住むまで来ましたじゃないよ。遠距離恋愛の時は私たちが本当に잘했어구나。本当本当。韓国でなんか美味しい食べ物を食べたりとか、いいところにいたら、あとでクリコが韓国にいたら、本当になんか紹介したい、一緒に来て。それはある。なんか日本っぽいものを探すようになって。ああ、私も。あ、これ多分来た時次連れて行こうっていうのを、会えない時間に集めとく。あるある。インターネットとかで、日本人たちが좋아하는음식。日本사람들이좋아하는여행지선물선물일본사람들이뭘선물좋아하나요쇼핑してる時も식사食べてる時も누구가友達と行く時もいつも자기가頭の中にいます。자기나란どうかな、次ここに行くかな、それが当たり前にだんだんなってる。뭐갑자기저녁에친구하고만난다고하면장거리하니까불안하다이런생각보다는그래
먹어. 술도 먹고 놀다가 와. 왜냐면 내가 옆에서 해줄 수 있는 게 아니니까. 뭐 근데 또 그만큼 쿠리코도 저한테 사진 보내주고 연락도 계속 해주고 이렇게 했었습니다. なんかプレゼントもだんだんネタがなくなってくるじゃん。なんか何を買っていいのか分からなくなっちゃう。この前銀チップスあげたし、ハリポッターチップスあげたし、それでチャギもハンドメイドグッズとかスマートフォン、ペアケースとか自分で調べてやってくれたから一回一回なんか新鮮な気分。それ韓国が多いの？あれ？あ、金경식から探しますか？あ、なるほどなるほど。100日とかクリスマスとかお互いの誕生日も一回一回はできない時があったよね。プリコが私誕生日時プレゼント택배ですけど一緒にはできなかったじゃん。집에택배가우체국에서왔는데박스를이렇게해서막그선물들이그냥막과자이런게아니라우리가족것까지맞아맞아맞아와그거보는데도진짜뭐랄까가족것도모노마데기타카라와옆에있잖아요 でもなんかイベントできないちょっと寂しさはあったりしたけど、で最初に私たちが出会って1週間で付き合って次の日からすぐ遠距離だったじゃん。クリコが私がちょっと信じられないでしたじゃん。本当に信じられないでしたじゃん。でも連絡とかがすごく多かったからそんなに心配もないし、私は本当にあもう告白しましたから責任がありました。そんな前も話しましたよね。それでその時からちょっとなんかクリコに本当は私たちはカップルです。それが話したいでしたから毎日電話して、不安がもしかしてあったらダメと考えましたから、今誰と飲みますとか写真とか誰食べます、一緒にいるヒョンの写真を撮って、今こんな人と一緒だよとか。女の子とかがそこに写ってたらめっちゃ一生懸命説明してきて、私も逆にクリコも写真ボネジュセをそれだから私も先輩たちの写真を送って、メールの習慣がなかったからカカオとかする、なんか最初こんな写真撮らないといけないのみたいな、慣れてきた。だんだん遠距離恋愛の時はもちろん悲しいでしたが、寂しいでしたが、それもありますけど、その時だけのドキドキ、会いたい、なんかその時だけの時間がありますと考えますが、そしてこんな時間が終わったら結局はゴールは住みたい、それじゃないよ。これからする人にそんな不安にならない方がいいと思います。もう逆に楽しいことも出てくるし。でも遠距離恋愛の時が本当にありましたから、今私たちがこれこんなに幸せなお二人が住みませんか。まじゃよ、幸せじゃないよ、幸せじゃどれぐらい幸せ。